1日校長等の任命式を行います。 A じゃないか豊橋電波隊 D のパフォーマンスリーダーとしてご活躍中の亜美さんにご協力をお願いしております。ただいま1日校長に任命されました A じゃないか豊橋電波隊 D の亜美と申します。A じゃないか豊橋電波隊 D は豊橋市の魅力を全国に発信するための活動を行っています。ここ三河港は多くの船舶が出入りする全国有数の商業港でありながら、東海地方でも一番のマリンレジャーが盛んな海です。マリンレジャーが本格化する夏場を迎えるにあたり、海上安全指導員の皆様にとっては大変忙しい時期を迎えることになると思いますが、三河港を利用する多くの船舶やマリンレジャーを楽しむ方々の安全安心のために、これからもご尽力くださいますようお願いいたします。私も豊橋市の魅力、そして安全安心で素敵な海がここ三河港にあるんだよということを全国に発信していきたいと思いますので、一緒に頑張りましょう。以上、私からの訓示とさせていただきます。走ります。
で、僕たちは普通のアイドルグループみたいになんかね、みんなスカートじゃない、見てこれズボンの方が多いっていう珍しいアイドルグループなの。実は僕たちアイドルグループとして結成されてません。豊橋を PR するパフォーマンスユニットという形で働いてます。なので、ね、あの向こうによるアミちゃんはね、ダンスがすごい上手なの。ダンスの先生実はやってるの。トゥビーからステップアップしてね、ダンスの先生やったりとか、あとはね、実はここにおるこのしのちゃんはダンスの専門学校の通うようになりました。今回からね、すごいよね。そう、それぐらいね、あの僕たちは歌もそうだけどダンスもしっかりキレッキレで踊っていくグループなんです。実はね、それが普通のアイドルたちがね、あ、寝てる寝てないよ、寝てる、マイク持ってるのに、エルと喋って、はい。ありがとうございます。
ってくれなかったそう、僕たちが最後の曲になりますって言ったらみんな大きくて、って言うと僕たちモチベーションがお決まりでモチベーションの問題になるんでね。じゃあいきますよ、はい、今日は最後の曲になってしまいます。¡Gracias!